ダーラム軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は26万7587人であり、2000年の22万3314人から19.8%増加した。軍庁所在地はダーラム市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ダーラム軍は4つの軍で構成される。 ダーラムチャペルヒル大都市圏の中核軍である。その都市圏人口は2010年国勢調査で50万4357人だった。リサーチトライアングルとも呼ばれている。また、アメリカ合衆国行政管理予算局は、ダーラム軍をローリー・ダーラムチャペルヒル広域都市圏に含めており、その都市圏人口は2012年推計で199万8808人で、ある。 2003年6月6日に行政管理予算局が統計上都市圏を再定義し、それまで長くローリー・ダーラム・チャペルヒル大都市圏に入っていた区域を2つの大都市圏に分割した。ただし、2つに分かれても1つの大都市圏として機能し続けている。ダーラム軍は1881年4月17日にオレンジ軍とウェイク軍の一部を合わせて設立された。名は 軍庁所在地のダーラム氏から取られた。1911年、米ーク軍、シーダーフォーク軍区の一部がダーラム軍に移管され、カー軍区となった。ダーラム軍は、地域自治体の組織である、トライアングル J 自治体委員会のメンバーである。ダーラム軍は5人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。委員の任期は4年間である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は298平方マイルであり、このうち陸地290平方マイル、水域は7平方マイルで、水域率は2.51%である。ダーラム軍は6つの軍区に分割されている。カー、ダーラム、レバノン、マンガム、オークグローブ、トライアングルの各軍区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ダーラム軍の自治体と、軍区ダーラム軍で唯一法人化されている自治体が軍庁所在地ダーラム市である。ただし、オレンジ軍のチャペルヒル町も軍領域に一部が入っている。また、ローリー市の小部分も軍内に入っている。ありがとうございます。